5トルホールピペット5 0トルホールピペットの棒ダイブホールピペットは実験器具の一つで0.1から1 0 0トル程度の一定体積の液体を正確に測り取るためのガラス管である。形状的な特徴として管の中ほどに棒ダイブを有し上部に1本の目盛り線が引かれている。容量によって大きさは様々だが外径2から1 0ル、mm。 長さ30から70センチメートルほどのガラス管で、中央に外径2から40ミリメートル、長さ1から15センチメートルほどの膨大部を有する。一定体積を高い精度で測り取る。体積系のガラスピペットとしては他にメスピペットがあり、メモリの数と精度が異なる。メスピペットはメモリが多数振られていて汎用性が高いが、その精度は ホールピペットに劣る。従って、それほど精度を必要としない液体を測り取る場合に、メスシリンダーと同様に用いられる。一方、ホールピペットのメモリは、氷線1本のみであり、氷線部の関係が細くなっているため、極めて精度が高い。従って、標準溶液など高い精度が求められる液体を、メスフラスコ等に正確に測り取る場合に用いられる。 先端を液体につけ、氷船の少し上まで吸い上げて用いる。吸い上げる方法としては、ストローで飲み物を飲む容量で液体を管内に吸い込む方法が広く行われていたが、口で吸引する方法は主役の誤飲を招く恐れがあるため、現在では安全ピペッターの使用が推奨されている。口やスポイトを外し、直ちに管の上端を指で押さえ直す。 この後、ピペット先端の外側を、キムワイプ等で拭うことはしない。ピペット先端を現役容器の内壁につけて、ピペット外側の余分な液滴をこすり落とし、指と管の隙間から空気を入れたり止めたりして、液面のメニスカスの仮面を、氷線の上円か氷船中央に合わせる。目的容器の内壁に、ピペットの先端をつけ、指を離して、液体を自然落下させる。 先端内部に残った液は3秒間容器に当てがい、それでも残った残液は吹き出さずそのまま処分する。なお使用する際は、とも洗いが必要。ただし、日本メーカーの日本向け製品は、軽量法が改正された後も ISO に準拠せず、旧軽量機検定検査規則第721条5項に基づき、残液を吹き出して、 予備容量になるように製造されている。よって、これを用いる場合は、スポイトで吹き出したり、上端を指で押さえて、棒ダイを手で温めたりして、残液を吹き出さなければならない。従って、ホールピペット使用時は、それが、旧軽量法準拠品か、ISO 準拠品か、メーカーは、日本か、その他の国か、表示を確かめ、 残液を吹き出すか否かを判断してから使用する必要がある。なお、厳密な計量には、このように最新の注意を払う必要があるが、液体の正確な計量にあっては、温度変化による液体の体積変化が最も大きな誤差要因である。したがって、室温の制御もできていない実験室で、上述のような厳密な操作をしたところで、主義誤差は、 温度誤差に飲み込まれてしまうことには留意が必要である。洗浄は資料に応じた洗剤に浸しした後、サイフォンの原理によるピペット洗浄機を持って水道水で繰り返しすすぎ、最後に清成水,水などです,すいで水をよく切って自然乾燥する。かけ等の補修はかけた部分を折り捨てバーナーで丸める。バーナーの熱が 軽量部分にかからないよう注意する。標線より下の軽量部分が破損した場合は使い物にならないので補修せず直ちに廃棄処分する。ありがとうございます。